今回は、ウルティの胸を狙ったウソップに対するネットの反応集を紹介します。それではどうぞ。どこに攻撃してるんですかねえ。兄はウソップ船降りろ。聖者でも相手にしてるつもりか。弾外さないように狙撃は、基本的に体の中心狙うものだし。ガチで心臓潰しに来てないクッションがあったから問題なかったけど、ウソップが勝手にやったこと。我々は知りません。鉛玉じゃなくてまあよかったじゃないか。そういえば、ポップグリーンって、いわゆるモンハンの針のみというか、貫通系統の弾ってないよな。殺意高すぎて、出せないだけかもしれないけど、もしそれだったらウルティここでやられてた。柔らかいところを狙って、相手をできるだけ傷つけないようにする優しさ。あの長鼻にセクハラされたでアリンスー。お前のハートもロックオン。だから、問題はそこじゃない。胸部分の服が破れなかったことが問題だろう。いろいろ言われるけどここのウルティ怖いな。あれだけ姉妹芸繰り返してる大坊姉貴だけど、やっぱ本性は冷徹に自分たちの立ち位置考えて悪魔の御食って武功立てるしたたかさもある海賊なんやなって、お玉を傷つけないために最善の手を尽くしてセクハラしただけだから、ウソップありがとうございます。エッチ。一番的がでかい箇所を狙ったんだから合理的判断だぞ。何やってんだよウソップ。お前なら乳首先っちょに当ててあえぎ声を出させることもできたはずだ。胸に当てたのは原作からだから。へこませたのは完全にスタッフの性癖です。アニスタンクスありがとうございました。例えばとっさに避けようとしても大きすぎて当たったりかすめたりしそうだよね。エッチすぎる。ペータンハーネキにもっと優しくしてあげて。胸大きすぎてかなり肩凝ってそうだからお風呂上がりとかにマッサージをしっかりするんだ。そしてその様子を俺に見せろ。興奮するから。その当たりやすい部分狙うのは当然では頭とか明らかに小さい的狙わんやろ。でも胸に打撃はめちゃめちゃ痛いよ。さすがに金敵よりは痛くないだろうけど男で例えるなら先っぽにデコピンみたいなもんじゃない。内臓的な痛みじゃないけど神経バリバリに通ってる箇所的な。ウルティ可愛いのに。イラストあんまないの悲しい。モネ様の時も同じ思いしたな。アニメ姉貴全体的に柔らかそうで本当に好き。命と引き換えでいいから、もみたい。ウェイターズプレジャーズがたくさんいそう。恐竜状態の姉貴エロくて好きだよ。コナミ感。マスクがぷくってなるのムーミンとか、海流みたいで可愛い。狙撃手として、心臓付近狙うのは優秀やろ。顔可愛あるからヘドショはちょっと。俺は正当な読者。ゾーンの渋滞や、人渋滞の異形感好きだから、もっと見たい。この逆関節が俺を狂わせる。姉貴の増えた角、太もも、逆関節全部セクシー。ペータンもベロ見せててエロい。首のところの血管が陰備なのよね。この陰柱指定がよ。二人とも扉絵で元気な姿見せて。なんだ、このネズミ取ってきた猫みたいな顔。静止画だと苦しそうなナミさんに対して真顔のウルティがシュール。尊虚ポーズ好きな自分。無事ここのシーンで脳やられる。太ももと尻の間が太い。1億点。まさかワイと同じ部分を見てる人がいたなんて。船に乗れ。波をぐちゃぐちゃにして喜ぶウルティが主役の薄い本とか出ないかな。血肉に食い込ませるところに、霹靂を感じる。乳首に当たってはなさそうだな。アニワンってこんなドエロだったんか。こんな野蛮な海賊団で、そんな露出高めの服着てて大丈夫？百獣海賊団の中では一番低露出なのをお前に教える。この画像をお前に預ける。見えてんじゃん黒か。大抵の奴はウルティの股に意識がいって、隣にいるペータンの可愛さに気づかない。これ本来なら瓦礫が大きくてピンポイントで隠れるやつ。ノーパンなんだよな。これ、やめろ姉。ペータンこれ柔らかい感触を味わう前に首いってねえか。足広げすぎだろ姉貴。この兄弟の冒険はマムによって終わらせられるという残酷な未来がこの先待ってるというね。ほんまやりきれんわ。作画レベルが上がるとエッチ度も増すなぁ。エッチな格好したキャラが出てくるとそれに合わせてか未作画班が回されてるよね。白星とかレベッカとかペータンが脳裏に浮かぶから抜けない。ペータンで抜けばいいじゃない。姉貴に怒られそうで抜けない。身勝手。うるせえ。抜きたいって日曜の朝9時半からにしては刺激的すぎるぞ。とうとう日朝でパンツ出したか。デカ無料公開読み返してて思ったけど、ワンピースってこれだけの狂気連載の割に意外とパンチラがないんだよね。下着みたいな露出度の服装とか入浴シーンでの全裸はあっても、スカートがめくれてパンツが見えたシーンはほぼない。ブルックのパンツ見せてもらってもよろしいですか？もうすぐ突っ込み入るし、リンリンちゃん、5歳のパンツですら巧妙に隠されてる。海賊無双やバウンティラッシュでは、リンリンのパンツ見放題という、情報を教える。何一つ嬉しくない。アニに見せないところ好き。その方がありがたみが出る。というか、原作にないアニメのエロ脚色には、微妙な気持ちになるものが、たびたびあるんだけど、ここ見ると喜んでる人が多いのか。パンチラがあると、嬉しいタイプと気が散るから、いらねえってなるタイプの漫画があるけど、ワンピは後者だな。
ジョニウスキを公言しててほぼ全ての女キャラを波以上の父サイズに描く小田先生だけど、ロリ巨乳だけは絶対に描かないんだよね。合法ロリ&血の繋がったモネが巨乳のシュガーでサイムニュー。何らかのこだわりがあるんだろうか。ジョニウスキ公言してる上に実の娘さんからもそう認知されてる親としては、紙面にロリ巨乳描くの勇気いりすぎない？というかそもそも小田先生の性癖的には巨女や背の高い女性好きっぽいし、巨乳なお姉さんが好きであってロリは通常ないものだからじゃね。ワノ国、本当に作画力入れてるよね。できたら SE ももう少し力入れてほしいけど、うる手の丸出し無防備な生太ももほんとエロい。太ももフェチにはたまらない。これ抜いてもいいやつ。小田先生は読者がワンピースのキャラをそういう目で見ても気にしないって言ってたし、平気平気。やっぱり先生は神ですわ。可愛いし普通に強いんだし、うる手また出てきてほしいな。それが無理なら今の戦いが終わった後に何してるのか扉へのストーリーで教えてほしいし、ウルテはファッションブラコンじゃなくて最後までブラコンだったし、ベータンも姉思いだから高評価だわ。こんな可愛いお姉ちゃんなら俺も欲しいな。こんな娘がこのショーが終わった後はインペルダウンに突っ込まれてあんな、やだ。今の海軍で確実にウルテを捕まえられそうなキャラクターって大将ぐらいだろうし、そう簡単に捕まるとは思えないけどね。ボコボコにされてるからな。若い地味も放り込まれたっけ？うまく逃げおせたクロコダイル一味はすごいね。ウルテちゃんのおっぱいに埋もれて死にたい人生だった。これマジでスタッフにウルキスキがいるだろ。最近のアニワンは尺稼ぎのためにどのキャラも描写か覚まししてることを差し引いてもウルペイは特に力入ってるよな。そのうちスタッフ内でウルテ派とヤマト派で分かれてしまうのじゃないかと危惧している。アニメで動いてるの見たらウルテとペイタンだいぶ実力差あるなって思った。お蕎麦マスクとやり合ってた時のペイタンが生きてたのは一時的とはいえこの姉貴の重りをしなくていい解放感からだったんだな。ウルテとかヤマトとか魅力的で可愛い女性が多い気がするな。百獣海賊団はウルテ周りならいくらでもアニオリ作っていいぞアニワン。うっかりウルテのことを昔みたいにお姉ちゃんと呼んでしまって全力でごまかそうとするペイタンを想像すると興奮する。キャラ一人での引き伸ばしはいろいろときついけど、この兄弟なら役割分担はっきりしているからコント野郎がイチャつこうが何も問題ない。あのピチピチスーツでジャンピングヘッドバットを繰り出すんだから、巨外野でも強調されるポーズになってしまって、日曜朝から流しちゃダメな感じに。何気に服が童貞を殺す服。ウルテは可愛いが、あのノリのままとしとるとビッグマムだぞ。オンは一生だぞ。永遠にたかられるんだ。ビッグマムも若い頃はスラッとした美人だったんだよね。しかし子供の頃と現在は無理なく繋がるのに、若い頃だけが妙に浮いてるな。悪魔の実か何かの攻撃を受けたのかな。ウルペイ可愛くて好き。二人がわーわー言いながら過ごす番外編見たいくらいには好き。作が良くなって良いアニメになればそれだけ良い宣伝になるんだよな。ワノ国は目に見えるレベルで作画レベル上がって嬉しい。